で。ああ、バレーボールのアニメ漫画ですね。ハイキューって前なんかあれと思った。ハイキューするのハイキューね。はい、うん。それと思っちゃった。はい、ハイキューってあの漢字で書くとハイキューってなるんですバレーボール。あ、そうなんだ。廃絶の底辺にあのあらず、なえっと否定の日か、あ、非常時の日、うん、あれでハイって読むじゃないですか。うん、あれと玉でハイキューって読んで。ハイキュー。バレーボール、そうそうそう。アニメをすべて見て単行本をゆっくりじっくり読んでいました。 SNS でネタバレを食らわないように、うん、週刊少年ジャンプの表紙を見ないなど、うん、とても気をつけていました。仕事中にラジオを聞いているのですが、ある日のサタマグで配給の話になり、タイガさんが、あ、確か今本誌でどこどこ対どこ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 戦してるんですよねとさらっとネタバレを言ったんです。しかも割と重要な高校同士の対戦、作業してる手が止まり、今すごいネタバレ聞いたわと声が漏れるほど衝撃を受けました。あれ以来私はあえのこさんのラジオを聞いています。タイガさんごめんね。いやもう謝らなくていい、謝こちらこそごめんね。本当の直接的でとてもいいわ。もうタイガはネタバレするから。私はね、アニメの油断してたらネタバレするから。そっか、今もうちょっと土曜日別の番組聞いてんだね。そっか、それはもう私が悪いからいいよ。そうね、難しいね。でもよっぽどだよ、教師も見ないから、うん、どのところだろう。あー、多分あれだね、アニメ界の時だったと思うんですけど、毎回ね、アニメ界の時はあの作品知ってる知らないとかはなしのマウンティングなしよっていうのと、あとネタバレ出てくるからねっていう説明はねするんだけど、でもまあ聞かないようにしてたけど聞いちゃったっていうね、結果としてはあんまり変わらないので、これは本当に私が申し訳ないなと思いますね。面白いですよ。そうなの、ヤギコさん、タイガ自体が気にしないから。ごめんね、いや最新の注意を払ってたはずなんだけどね。そう、なんだったらタイガはそれを知った上で見たいからさ、悪気はないわけ。いや面白い、ね、だからたまに聞いて。そうね、その時もしまた会ったらごめん。リスナーが減った瞬間、ずんだもちさんから来てます。本当ね、リスナーが減りましたね。じゃあ、このパティも辛いって。しかも他局にチャンネル変えられるとって。そう、ね、ほんとごめんね。申し訳ない。